仕事から帰り、家でうとうとしていたら、あなたの母親が交通事故に遭って A 病院にいると連絡があった。それが21時頃だったか。母、片親はパートの帰り、自転車通勤にスクーターと接触したのだそうだ。病院へ着き、部屋へ通されるとカーテン。越しに、ああ、もう痛い、痛いと母の声が聞こえた。あ、なんだ元気じゃん。マキロンが染みるのかと思ってちょっと安心したが、姿を確認したら血の気が引いた。母は診療台に横になっていた。耳や鼻や手や首や吹き残しの乾いた血が生々しかった。本人の意識はなく、ただひたすら痛い痛いと何度も口にしていたのだった。その姿が衝撃だった。次に加害者は高校生、任意保険未加入なことが衝撃だった。着ていた服はところどころ赤く、ハサミで切断され、病院の人からビニール袋に入れて渡された。多分夕飯の買い物をしてたんだろうと、スーパー袋にはいった食料品も渡された。受け取るとき悲しかったな。疎遠な親戚たちは会議をし始めるし、意識はいつ戻るかわからないし、加害者は任意未加入。自己関係は誰も同じだろうが、自分にとって衝撃的な一夜だった。ちなみに事故自体はバイクのハンドルと自転車のハンドルが接触しただけのものでしたが、母が頭から落ちて脳挫傷になってしまったのでした。その後1週間後に意識が戻り、後遺症もなく3ヶ月後に無事退院しました。今も元気です。相手の方とは何度もお話ししました。最初の挨拶で保険会社勤務の知人を連れてこられてアジェントしました。無知につけ込まれ、相手有利な話にされてしまいそうで、次回からはもう連れてこないでほしいとお願いしました。相手の方も母子家庭で、本当に大丈夫なのかと何度も不安になった覚えがあります。慰謝料等は入院期間にもよるため後回しにして、当面の治療費は請求書を毎週もらってそれを相手に渡しました。余談ですが、病院として取りっぱぐれがないように国民健康保険を使っての治療料金でした。後日相手に7割分請求するのかな。仕組みはちょっと不明ですが、3割で毎週15万くらいかかってました。任意未加入ではいろいろと自分たちで動かなくてはいけないことも多く、相手方に芝居席保険会社への加害者請求してもらいましたが、その他いろいろと面倒だった覚えがあります。無料で相談に乗ってもらえる弁護士会や法テラスに何度も交通事故相談に行きましたが、相手が高校生では支払い能力がないから難しいかもしれない人しと何度も言われました。ただ相手の親がお支払いしますとのことなので、最終的には弁護士会に示談をお願いしました。お金はきちんと払っていただけたので今は思うことはありませんが、治療費や慰謝料、人身事故なので罰金や裁判所行きなんかも発生したはずですし、息子さん本人や家族に及ぼした影響は大きかったはずです。真偽は不明ですが、学校に内緒でバイクに乗っていたようで退学になったと漏らしていたようです。